世界に挑んだ日本の少年たちの振る舞いが海外で感動を呼んでいることをご存知でしょうか。リトルリーグの世界大会において日本の調布リトルが決勝戦に進出しました。惜しくも負けてしまったのですが、敗戦後の少年たちの行動が海外の人々にとっては考えられない行動として話題になったのです。日本の少年たちは一体どのような行動をとったのでしょうか。実はその背景には独自の日本教育が影響していたようです。今回は日本の少年たちの行動とそれに影響を与えた日本の教育、それらに対する海外の反応を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。日本の少年たちのスポーツマンシップが世界に感動を呼ぶ。今から4年前の2019年8月、10日間の日程で開催された第73回リトルリーグ世界選手権大会において日本の調布リトルが決勝に進出しました。この決勝戦に勝利すると日本チームは43年ぶりの世界一を手にすることになり、周りからのプレッシャーは大きかったことでしょう。優勝へ向けてより一層熱が入り、チーム一丸となって奮闘しました。しかし調布リトルは対戦相手のオランダのチームキュラソーに4対5で惜しくも負けてしまいます。あと一歩というところで涙を飲む結果となりました。非常に残念な結果になってしまい、試合終了後のグラウンドでは試合に敗れた調布リトルの少年たちが悔しさから涙を流す一方で、優勝したキュラソーの少年たちは笑顔で世界一を手にしたことを喜び、記念撮影を行っている状況でした。そのように対照的な表情を浮かべていた少年たちでしたが、少しすると調布リトルの少年たちは写真撮影をしているキュラソーの少年たちに歩み寄っていったのです。そして近くで彼らの写真撮影が終わるのを待っていました。それに気づいたキュラソーの少年たちは記念撮影を中断し近寄っていきました。そして少年たちはお互いにがっちりと強く抱き合い、涙を流しながらもお互いの健闘を称え合い始めたのです。国籍も年齢も関係ないスポーツマンシップにあふれる少年たちの行動は大人から見てもとても感動的なもので、会場から拍手が送られていました。その時の様子は登録者数が1400万人を超えるアメリカの大手スポーツメディアで取り上げられると、世界中に拡散し多くの反響を呼ぶこととなります。勝っても負けても試合が終わったら相手を称え合うという少年たちの行動は大人でも簡単にはできない素晴らしい行動ですね。歩み寄った調布リトルの少年たちはもちろんのこと、それを嫌がらずに受け入れたキュラソーの少年たちの行動も、どちらも非常に称賛されることとなりました。またそんな少年たちの後ろでは監督やコーチが優しい眼差しで少年たちを見守っている姿も取り上げられ、敗戦した少年たちを責めるのではなく、よくやったと称える様子にも称賛の声が上がりました。この調布リトルの少年たちの行動は海外のメディアで日本の子供は異常と取り上げられ、日本の教育礼儀を世界に知ってもらうきっかけとなったのです。ここで調布リトルの少年たちの行動を見た海外の人たちの反応をご紹介します。こういうシーンを見ると感動で涙が出てくるよ。まだ少年なのにあんな振る舞いができるなんて、礼儀正しい日本から学ぶ姿勢を持たないといけないな。日本人の素晴らしいスポーツマンシップが見れた。日本人は勝っても負けても相手に敬意を払っているよね。コメントした人たちの中には野球のコーチをしている人も多くいたようで、自分たちも学ぶべき教育の一つだと称賛していました。このような少年たちの行動は同じ日本人としてとても誇らしく思いますね。日本の教育文化とスポーツ活動における礼儀、日本の少年たちの行動は世界中で反響を呼びましたが、今回の件だけに限らず、世界大会などにおける日本人の行動は世界で大変称賛されています。最近ではサッカーのワールドカップの際に、勝敗に関係なく試合後のスタジアムを掃除して帰る日本のサポーターの様子が世界で紹介されていました。この時の行動も世界から高く評価されたのを皆さんは知っているでしょうか。日本のサポーターの行動を見た対戦相手だったセネガルのサポーターも一緒にスタジアムの掃除をしてくれるなど、非常に友好的で感動的な出来事として大きな話題を呼びましたよね。また日本代表のチームが試合後ロッカールームをきれいに掃除し、サンキューという置き手紙と一緒にきれいに折られた折り鶴を飾っていた様子が FIFA の公式 SNS でも紹介され、そんな日本代表チームに対しても感動の声が上がっていました。このような世界的な大会を通して日本人の礼儀正しさが世界に知られることとなったのです。
ではなぜ日本人はこれほどまでに礼儀正しいのでしょうか。実は礼儀正しさは、遥か昔から日本人の中に根付いていました。例えば、長崎出島の山岳者の一人に数えられるツユンベリーは、旅行記の中で日本の印象について詳細に記しています。出会った時や別れる時、訪問した時や立ち去る時に、丁寧なお辞儀で挨拶を交わす。と日本人ほど礼儀正しい国民はいないというのです。ツユンベリーは、スウェーデンの医師兼、博物学者で、1775年に外科医として来日し植物採集に励み、日本の植物学の基礎を作った人物です。250年以上前にはすでに、日本人の礼儀正しさは存在していたんですね。このような日本人の忍耐強さや規律正しさは、素晴らしい長所でもありますが、こうした礼儀正しさや協調性の高さは、短所になる場合もあります。例えば日本人は政治に無関心で、なかなか抗議行動を起こそうなどとは思わないのが特徴です。中にはそんなことをするのは見苦しいといった感覚を持っている方も多いのではないでしょうか。日本人の行動パターンは、目上の人から命じられて仕方なく受け入れ従うのではなく、目下の人の方から自然に従うと言われています。それは西洋人にとって最も驚くべきことです。そのことは、新型コロナウイルスの感染爆発による行動規制を見てみてもわかります。海外では違反したら罰金を科すといった強制力が必要不可欠であったのに対し、日本では外出自粛という形で強制力はありませんでしたね。そこには、日本には伝統的に人間の本性は生まれながらにして善であるという性善説が根付いていることが深く関係しているそうです。性悪説に立つ中国と日本を比較してみると、日本の教科書には、敵とは知らずに無邪気に善意を信じて懐に飛び込んだ結果、本来、敵であったはずの相手の気持ちが変わり、味方になってくれた、という作品が多く見られます。それに対して、中国の教科書には、敵はあくまでも敵であり、うっかり同情すると痛い目に遭うことを諭し、決して敵の命を救おうなどとしてはならない、ということを強調する作品が多いです。このように日中の小学校の教科書には、人間形成における基本的な考え方が反映されています。日本では、相手を信頼し、相手に任せれば、こちらの信頼を裏切るようなことはしないはずだ、といった性善説に基づく価値観を持つように教育がされているのです。一方で中国では、相手を疑い、常に警戒心を持って自分の身を守ることが大切だ。というように、性悪説に基づく価値観を持つように教育しているところに日本との大きな違いが見られますね。このような性悪説に立つのは中国だけでなく、欧米諸国をはじめ、ほとんどの国が該当すると言われています。これを聞くと日本人が礼儀正しい行動を取る意味がわかる気がしませんか？日本人は相手を信頼しているからこそ、相手を不愉快にさせてはならないという思いが働き、とりわけ所作や礼儀に対する文化が浸透しているのです。このような幼い頃からの教育が、称賛される日本人の行動へとつながっているのでしょう。海外にはない日本の運動会。また、日本には運動会がありますよね。この学校行事もまた、スポーツマンシップを養う機会となっていますが、実は海外にはないのです。しかし元々の起源は、19世紀にイギリスのオックスフォード大学で開催されたものとされています。明治時代の開閉学校で西洋の文化を参考にし、行われたものが始まりです。その後いくつかの戦争を経て、第二次世界大戦中には軍事的要素が次第に強まり、訓練を目的とした種目が取り入れられるようになっていきました。現在よく行われている騎馬戦や整列、行進なども、その時の名残だと言われています。日本では、個人競技だけでなく開会式での行進やチーム対抗のリレー、綱引きや玉入れといった団体競技も多く取り入れられていますよね。また、色別に分かれてチームみんなで競うというのが一般的だと思います。一方で海外で開かれる運動会では、生徒全員が一丸となって一つのことを成し遂げるような種目は、あまり行われていません。そのため、海外の人から見た日本の運動会には賛否両論があるようで、協調と和を大切にしていて日本人らしい。整った列や行進が美しい、といった称賛がある一方で、軍隊のようで怖い。自分にはできない。全体練習に時間を費やす意味はあるのか、といったネガティブな反応も見受けられるようです。では、海外には運動会や体育祭にあたるイベントはあるのでしょうか？アメリカにはフィールドデーと呼ばれるイベントがあります。
この行事は文字通り子どもたちが運動場やグラウンドなどのフィールドへ出て体を動かすことを楽しむイベントです。日本でいう運動会や野外活動といったものですが、楽しくはしゃぐ日、娯楽に興じる日といった意味でも使われます。この時点で少し異なる雰囲気が感じられますね。そして運動会とフィールドデーの最も大きな違いは自由参加である点です。日本では諸事情がある生徒以外は全員が参加することが当たり前です。それに比べフィールドデーは全員参加が必須ではなく、子どもの意思で自由に参加することができるのです。自由参加であれば当然参加しない子どももいるため、日本のように土日や祝日などの日程で親や家族が見に来るといった風景もありません。参加したい子どもたちだけがフィールドへ出て、サッカーのゴールキックやバスケットボールのフリースローなど各自が個人でできる好きな運動を楽しみます。どちらかというと自由時間、休み時間に近い過ごし方と言えるかもしれませんね。双方を比べてわかるように、日本ではスポーツにおいてチームワークを大切にしています。自分のチームが負けたからといって相手のチームに文句は言いませんよね。このように日本人は正々堂々と戦い、負けてもそれを認め相手を称えるということを自然と学ぶことができているのです。日本の運動会は楽しいだけでなく、世の中のみんなが平和に共存していく上で何か大切なものを学べているのではないでしょうか。世界を比べてわかる日本のスポーツ教育の素晴らしさ。そもそも海外では体育自体も日本とは異なっています。海外の多くの国では日本の学校で体育の授業を行う際に着用する体操服のようなものがありません。動きやすい服という指定が出る場合はありますが、ジーンズやパーカーに T シャツ、レギンスなど、基本的に服装は個人の自由に任されています。体育施設についても日本では公立や私立を問わず各校に体育館などの施設が設置されていますが、アメリカなどの海外では学校の経済状態によって体育施設の有無が左右されるため、体育館がない学校も珍しくないのです。特に東アジア諸国など体育の授業自体が必修となっていない国も多くあります。体育の授業を行っている海外の学校でもその授業内容は日本とは大きく異なります。皆さんは海外の体育はどのようなことをしているか知っていますか？まずはじめにアメリカの体育の授業を紹介します。アメリカの体育の授業は PE と呼ばれており、学校にもよりますが週1から2回程度実施されているのが一般的です。PE は日本のようにスポーツテストやマラソン、平均台や跳び箱を使った機械体操のような授業ではなく、体を動かすゲームが中心となっています。先生が考えたゲームで遊んだり、乗り物やクライミングをしたりと、子どもたちが遊び感覚で楽しく参加できる授業内容が主流です。次にシンガポールでは同じく体育の授業は週に2回設定されています。これもサッカーやバスケットボールなど、球技やゲームが中心となっているようです。母国語以外に英語や数学といった座学の学習が重視されているため、勉強に疲れた子どもたちの息抜き、レクリエーションといった意味合いで実施されているみたいです。国によって体育を行う目的が違うということがわかりますね。また、中国では体育の授業自体が積極的に行われていないそうです。中国にも体育の授業はありますが、基本的にスポーツは身体能力に自信がある子どもや、スポーツ選抜などを勝ち抜いたエリートだけが受けられるものという位置づけとなっています。日本の学校ではどこにでもある、部活動のようなものも中国にはなく、体を動かす授業を受ける人と受けない人に分かれているのです。このように、日本の運動会や体育の授業は海外とは大きく異なり、海外では自由参加の個人競技やゲームを楽しむというのが一番の目的となっています。全員参加でどこか堅苦しい雰囲気のある日本の運動会は、海外の反応も意見が分かれるところですが、日本人らしい和の精神を培う要因の一つとなっているのかもしれませんね。日本では教育の場面でスポーツが取り入れられていることが分かったのではないでしょうか。スポーツの中で相手を思いやる気持ちや尊重する気持ちを学ぶことができる日本の教育は大変素晴らしいものです。このような日本のスポーツ教育が海外から称賛されるスポーツマンシップを育んでいるのでしょう。いかがでしたか？日本の子どもたちが取った行動は和の精神を培う日本ならではの行動でした。負けても相手を称えることのできた少年たちの行動は日本人としてとても誇りに思います。
世界のみんなが日本人のような行動を取ることができたら、スポーツも今よりももっと楽しく、そして世界の人々が安心して共存できる世の中になっていくのではないでしょうか。様々な礼儀や思いやりの精神を学ぶことのできる日本の教育は、改めて素晴らしいことを実感し、これから先もずっと残していきたいと思いますね。そして日本の教育が、世界の模範となることを願っています。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。